守護所とは、中世日本において守護が居住した館の所在地のこと。守護の政治的権限の拡大とともに、成長所在地としての機能が国画より移されていった。鎌倉時代初期においては、守護の職務は大盆参加場に限定され、朝廷が任命した国士の成長がある国画とは別の場所に置かれるのが一般的であった。また、守護は世襲ではなく、交代制であったため、 守護の交代と共に守護所も変わるのが一般的であった。ところが、鎌倉時代後期以後、守護の職務が治安維持から裁判にまで広がってくるようになると、守護の権威が国司を圧倒するようになり、南北朝時代以後には守護が一国の支配権を得るようになった。また、守護の世襲化が進行したこともあり、守護所も固定される傾向が強まった。世襲化した守護の守護所としては、 当該武家の本拠地、あるいはかつての国が所在地である府中、その他、交通、商業の要所などに置かれるケースが多く見られた。守護所の固定化によって、守護の館を中心に、重心の館が配置され、その周辺に、市場や寺社などが集まるようになり、地方都市としての役割を果たすようになった。戦国時代に入ると、下国城による守護大名の没落に伴う、 信仰勢力、あるいは逆に、領内支配の確立して守護領国政を脱却した旧守護大名による戦国大名が新たな支配者として浮上するが、守護所の所在地がそのまま本拠地として用いられたケースもあった。復元された大内氏の守護所、ありがとうございます。